6ラウンド、7ラウンドはボディ、ローブローで、マイナス1点、第8ラウンドも放送席1ポイント渡辺リード、ポイント的には現在のところ放送席は圧倒的に渡辺のリードで展開しております。今晩の WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、また早尾が積極的に前に出てきました。どうも今夜のパヤオは、いやー渡辺はどうも思うようにいかないなと、そういう感じがありますね。やっぱりパンチが当たらないとねダメですよ、かわされますからね、はい、それでパヤオもですね非常に手数がですね力が入って力んでるパンチですから、やっぱり当たらなせんよね、当たっていくと変わっていくんですけどね、まあその点は渡辺君のチャンピオン渡辺君がですね、非常に上手いですから、よく出てますからね、はい、右のストレートでまたパヤオの鼻血がパッと散りました。パヤオ得意の左フックはまだこの試合で 2,3 発しか見えておりません。クリーンヒットしておりません。レフリーのカーティスさんが両者を分けて注意。今日の渡辺君非常にね、はい、リズムがあります。攻めにね、攻めにリズムがあります。上を打ったり下を打ったりですね、はい、あるいはちょっと動いてみたりね、非常に頭脳的に戦ってるんですよね。だからこういったあれでもってパヤオが打ってくるところを外して打つと非常に効果があると思うんですよね。またパヤオの方はそれでもスタミナを消耗していきますし、ね、ああ渡辺のシュートストレートでやります。得意のパンチ、今度は右足で左当たった。コンビネーションブロー、コンビネーションブロー、顔面を捉えました。またまた渡辺のチャンス、レッドストレート、いいですね、渡辺のいいパンチ。さあこのラウンド、あるいはダウンに結びつけることができるか、チャンピオンの渡辺二郎。第5ラウンドにカウント8のダウンを奪っております。チャンピオンの渡辺、パヤのパンチは当たりません。うまいボクシングを見せる頭脳派ボクサー、日本で1人のチャンピオン渡辺。これは今のストレートはまさに拳法スタイルの世代ですね。そうですね、この渡辺二郎は日本拳法の5段であります。憲法出身の異色のボクサー、今日は日本憲法の技も一つ使ってボクシングをしたい、こういう風に言っておりました。おっと、パヤの足がもつれた。またパヤの足がちょっと広くなりまして、ここで第10ラウンドのゴングが鳴りました。このラウンドも渡辺のラウンドであります。それでは第9ラウンドの渡辺のワンツーをご覧いただきましょう。そして右のフックまで返って、このコンビネーションですね。そうですね、この出てる時は非常にいいですね、はい、このコンビネーションが出れば、はい、あるいは、判定まずいかずに KO できるかもしれませんね。そうですね、この当たってすぐもう抜きますとね、はい、もう一歩踏み込んで連打してもらいたいねと思いますね。でもファイヤーはもう連打したらおそらくね、やんなっちゃうんじゃないかと思いますよ。そうですか、ポイントでは一方的にリードしておりまして、第5ラウンドには強烈なダウンを食っております。挑戦者のパヤオ・プンタラット、 WBC の世界1位、高尾さん、はい、青コーナーですがね、新聞記者席、日本の新聞記者の方々はね、3ポイントから4ポイントという人もいれば、あるいは7ポイントという人もいますけどね、はい、その差はまちまちですが渡辺リードとつけてますね。それからタイの新聞社の人もですね、ポイントはわからないけども、パヤオちょっと負けてるなと、こういう感じですよ。なるほど、まあ、なんとか再戦ではっきり決着をつけたい、できれば自分の方から積極的にボクシングをして KO で決着をつけたい、こう言っておりましたチャンピオンの渡辺二郎。試合は第10ラウンドに入っております。依然として渡辺の右のリードパンチが非常に有効に生きております。今晩の試合、この渡辺選手は自分でも言うように右のリードブローが少ないので有名な選手だったんですが、今夜はとにかく右のリードパンチを出すんだと自分で言い聞かせながらボクシングをするんだというふうに言ってましたがね、非常にそれがね、はい、いいですね、いい結果になってますね。それとですね、前回よりちょっと足を使ってますからね、食わないんですよね。なるほど、打ったら先ほど小林さん言われてまっすぐ立ってませんからね、はい、左右に動いてますから、それもいいところですね。それから中に入って相手が出てくると思い切ってくっついてしまうのもいい作戦のようですね。そうですね、渡辺の左であります。だからここからもう渡辺君のやっぱりそういうキャリアがものを言ってますね、はい、世界戦これが10回目のチャンピオンの渡辺二郎。これまで、ちょっとバランスを崩しました。足が引っかかっておりました。サヤオの大振りは空振り、渡辺の左のストレート顔面を捉えました。
パイの方はもうすっかりダメじゃないですね。はい、はい、ですから怖いですよ、これから先ちょっとね、あの気を抜きますとね。はい、現在第10ラウンド、パイオンがまた思い切って左のフックを打ちました。これは空振り。渡辺としてはやはり右のガードを固くしておかないと左のフックが飛んできますね。そうですね、やっぱりあの目つきがね、はい、今日の目つき、渡辺君の目つきって違いますね。非常にね、輝いてますよ。そうですね、気合が入って、よくやっぱりもうね、チャンピオンという意識もあるしね、もうやっぱりパイオンに負けられないっていう気持ちもあるんですよね。目つきの輝きが違いますから、よく見えますね。はい、いい時ってのはみんなそうなんですけどね。第10ラウンドも余すところ30秒となりました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、渡辺とパヨの再戦。渡辺の右のショートフックはちょっと首の方に行ってしまいました。依然として渡辺が軽快な動き、パヨが前に出ますが空振り、左のフック、今度は渡辺の左のフック。前回の試合ではまぶたを切りまして血を流した渡辺でありますが、今夜は綺麗な顔をしております。第10ラウンド今終わりました。このラウンドは10対10のイーブンです。第5ラウンドに渡辺の強烈な右フックでダウンを喫しました挑戦者のパヤオ・プンタラット。これが奥さんのアダワンさんです。なんとかパヤオに声をかけて激励をしようという感じであります。さあ試合はこれから11ラウンド、いよいよあと2ラウンドを残すだけとなっております。29歳8ヶ月の渡辺二郎、28歳1ヶ月の挑戦者パヤオ・プンタラット。第5ラウンドにダウンを喫し、さらに第7ラウンドにローブローで減点1を取られております挑戦者のパヤオとしては、この11ラウンドと12ラウンドに KO で逆転をしなければどうやらチャンスがなくなってまいりました。しかしながらどうでしょう、チャンピオンの渡辺の動き止まりそうもないですね。いいですね、右へ回りますからね、そのサイド出ちゃうんですね、それとあの低くダックしますからね、パッパのパイロのパンチがみんな頭の上をね通ってるんですけどもね、いいですね、皆さん正面にいませんからいいですよ、今日は。渡辺がこのまま逃げ切ってしまおうというようなボクシングをするとどうでしょう。これはでもですね、そういうことはないと思いますけども、非常にパイオですね、今日は前回と比べてやっぱりパンチが大きいですよね。だから奥さんが来てるからいいとこ見せてやろうという感じでね、大になってるのかも分かりませんけど、そこをうまくね渡辺君ついてますよ。はい、はい、高尾さん、はい、赤コーナーの吉井会長、指示を飛ばす声がだんだん大きくなってはきましたけれどもね、とにかく流れの中でチャンスがあれば、どんどん倒しに行っていいと、こういうふうに指示を出してるんですよね。はい、パヤオが出てきましたね。渡辺が払ってきた、食らってきました、食らってきた、左のシュート、ダウン、ダウン、対空チャンド、またまたパヤオがダウンしました。最後は左のストレート、どうやら11ラウンドに渡辺が決着をつけるか。まだ時間が十分にあります。渡辺二福、またカウント8のダウンを奪った渡辺二郎。左のストレート、左のストレート、渡辺攻める、渡辺攻める、左のストレート、左のストレート、おっと、レフリーが止めました、レフリーが止めました。今の左のストレートでレフリーが中に入りました。渡辺 WBC のタイトル初防衛なる、渡辺初防衛に成功、対戦にナックアウトで決着をつけました。いやー、それにしても鮮やかなレフリーがストップしましたから、ノックは TKO でやりましたね。でもさすがですね、非常に無理もしないでね、非常にうまい攻撃で、チャンスがあれば本当に言ってたように、やっぱりコンビネーションですね、やっぱりね。高々と小坂コミッショナーが手を挙げております。日本でただ一人の世界チャンピオン渡辺二郎、パヤオ夫人のアダワンさんは敗れました、パヤオを見上げて悲しそうな表情というところであります。第11ラウンド、渡辺二郎が TKO でパヤオ・プンタラットを下しました。 TKO の時間が第11ラウンド1分54秒でございました。リング上では認定証の授与が行われておりますが、それではここでレフリー、いや3人のジャッジの採点をちょっとご紹介しておきましょう。ギルスさんが96対92、
カステラノさんが96対92、それから上田さんが97対92、いずれも4ポイントから5ポイントの差でチャンピオンの渡辺がここまでリードしておりまして、第11ラウンド1分54秒、渡辺二郎が TKO でこの再戦に決着をつけました。